スさんとジョーさんが街を壊してる。どうしちゃったのかな。まったく、けしからん。こいつにも洗脳光線を当てろ。さあ、ついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう街を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に街を壊すんだ。オッケー、バルモノさんたち。こりゃまずい、モーフルが悪になった。最高だ。この洗脳光線を浴びたやつはみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ。よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて。あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でも、ママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう、言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤い奴がいなきゃお前はただの女の子だ。さあみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、シュタイン。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。